なんでこの映画を見ちゃったんだよ、俺はもうまだまだダメだなと思ったのが超高速参勤交代ですね。予告編を見て面白いと思った俺がバカだったと。こんなね、この映画はコメディですよという映画が面白いはずがないというですね。ただクラウドシティの、市民の人のアンケートを見たら結構ね、面白かったという人がいて、ベスト20に選ぶ人がいて、あ、俺の映画の見方面白いかな、変なのかなとかちょっと思っちゃったんですけども、俺は面白くなかった。皆さんは多分人によって違いがあると思います。これをベスト20に入れてる人もいるので、すごく楽しい人もいると思うんですけども、なんかね、出てくる人間のね、いいもんと悪もんがはっきり分かれすぎててですね、俺はこんな知能指数が70ぐらいのやつの映画を見る、やめとこう次です。